関西の皆さん、明けましておめでとうございます。4月に打ち合わせます。先生です。だから、もういない。もう一日突っ込みたくないんだけど、軽いんだって。いいじゃん。いい明るくしたいんだよ。本当？っていうか、神奈川、久しぶりですね。すごい久しぶりですね。うん、俺、2年ぶりぐらいだろ、巡業に行くのは。あ、本当ですか。それより前だもん。ああ、そういうことね。うん。いや、なんか金沢のね、この会場、うん、すごい思い出にある作りじゃない、うん、そうなのないのえ、いや、結構よく来てるから。あ、俺たまにか来てなかった。そうだね、うん、まあ、何この感じだよ。うん、まあまあ、そんな感じでドラゴンゲート金沢大会、皆さん、楽しんでください。本日第4試合、東兄弟対瑛太石田海斗の試合が組まれていました。しかし瑛太石田海斗はこの試合をボイコットしやがりました。すげえ納得いったいっす。 GM、 僕たちは試合がしたいです。お願いします。まあ、2人のこの金沢で試合した気持ちは十分に分かる。もちろんね、もう俺も予定してたから、まあ、正直びっくりしてるんだけど、試合したいのか。はいはい。一個問題があるんだよ。対戦相手いねえんだよ。ジム。はい。対戦相手いない。いや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 。今日は兄弟で、ジムの街、どうでした。俺結構この兄弟対決、切り札としてもっと来たかったんだよ、お前。やっちゃうか、この金沢で、お前。どうですか、金沢の人は。わかった。じゃあ、お前らの。はい。熱い気持ち組んで。はい。シングルやろう、シングル。ありがとうございます。はい。ああ、
Yeah!
瑛太石田がボイコットして急遽兄弟でシングルマッチ、まあ、GM のお力で組ませていただきました。まあ金沢という、まあ自分たちは地元でも何でもない場所だけど、でもこういう場所でシングルマッチやることができて、この会場自分にとっては非常に思い出の深い会場となりました。また兄弟対決いつやるか分かんないですけど、次やるときは必ず自分が勝ちます。本日はありがとうございました。まさか今年初の金沢大会で、本来だったら兄弟でのタッグで瑛太選手、石田選手と対戦する予定でしたが、急遽亡くなってしまったことにより、偶然の産物かわからないですけれども、兄とシングルマッチさせていただきました。10分という時間は兄弟にとってはまだまだ短くて勝負がつかなかったのですが、次兄弟対決するときは絶対僕がスリカンと奪ってみます。次金沢大会帰ってくる時も、もっともっと大きくなった成長した飯橋兄弟で帰っていきたいと思います。本日はご来場ありがとうございました。VR を見れろ。いやもう本当この人嫌なんで関わりたくないですよ。本当に山さん、今日から仕方しましょう。痛い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 。 iPhone13 に変えました。 13? 何すか iPhone13 新しいのに使いやすい。それはやばい。使いやすい。ちょっと使いやすい。いいな。なんかチームメイトとして使いにくい方はいます。冬さん。ああ、弁慶ね。違う。違います。山さん、今日から仕方しましょう。フィードさん、仕方で。おかしいから。お前らとはこれで最後だ。本当だ。最後。お前らって。入ってた、入ってた。この人だけでいいです。もうそんな長いこと使わないから、この着いじめ、いじめ。いや、これいらないんじゃないですか。いやでも盛り上がれ。いや、金沢大会良かった、本当に。いやいや、すごいね。いや、まだ終わってない。まず前半戦ですけども。すごい盛り上がりで良かったです。ちゃんと集中して言ってください。言ってますよ、はい、というわけでまだまだドラゴンゲートで盛り上がれ。メインイベントの直前なんですが、ちょっとお時間をいただきたいと思います。本日メインイベント出場予定でした、ドニー・ナルキーなんですけども、試合前の、体調チェックで微熱の症状が見られました。で急遽検査の方もしたんですが、まあ、結果は陰性でした。問題ないんですが、大事をとって本当に直前で申し訳ないんですけども、この金沢大会欠場とさせていただきます。本当に大変申し訳ございません。おいおい、なんか裏で聞いてたけど大丈夫ですか。まあそんなことよりもとりあえず田舎のお前たちはよくわからないだろうから、今の俺たちの状況を説明してやる。俺たちはリーダー気取りの瑛太と金魚の糞の石田を追放して新たに強力な仲間出世ようかを引き入れた。お前ら今日俺たち見に来たんだよな。おい瑛太、石田が今日の大会ボイコットした中、俺たち3人はやる気満々でここに来たのに、土井が欠場2人相手、そんなんだったらもう試合したところで余裕でボコボコにしちゃうから、俺たちの不戦勝でいいかな。うん、今日は俺たちの不戦勝ということで金沢大会終了になります。ありがとうございました。曲流せ、曲を。終わるわけないな。終わる。
るわけないよ、戻れ。帰ろう。おい、ちょっと待て。金沢なめんなよ。この間で終わるわけないよ。おい、皆さん、皆さんもそうですよね。こんなんで終わらないですよね。見ようだ、吉田君。吉田君はこの金沢、大いにゆかりがある。そうです。どういう終わってしまったでしょう。二人でいけるか、二人で。2対3のハンディキャップどうだ、いけるか。金沢の皆さん、吉田君と皆の力を信じて2対3のハンディキャップいかがですか。これしかない、吉田君。あとは吉田君の返事だ。聞かせてくれ。ジネブ、やりますぜ。最後に本日のメインイベント、2対3ハンディキャップマッチ60分一本勝負、 RED 主司会ウォーカー今日海部対美濃浦ウォーカー吉田隆。
経過、5分経過。Thank you.
10分経過。力入りすぎて喉、これ山行っちゃった、これ喉山行っちゃった。ああ、喉ハンデキャップでしたしね。いやでも勝っちゃったよ。勝っちゃいましたよ。3対2、しかも相手はドリームゲートチャンピオンチームやん。そう勝っちゃったよ。おい、こんままおい行っちゃうぞ。ドリームゲート中井、おなめてんのかこれお前なあ。行っちゃうぞこれ、このまま。見ほら、行っちゃっていい？行っちゃいましょう。行っちゃっていい、マジで。うん、喉やまいっちゃったけど、こんなもん。行っちゃいましょう、うん、このまま半日寝ればすぐ治るから。うん、ということで皆さん、北陸の野獣が今日も大暴れしましたね。次回金沢大会4月3日ぜひとも僕のチャンピオン姿見に来てくださいね。シャラップ。フネスカでは金沢はいつぶりですか？いや、ほんと覚えてないです。記憶ない。全然来てないですもん。フネス。いや、よかったですね。でも、こういうね、最近なかなか来てなかったところに彼が来てくれてるんで。はい。やっぱいいですね、地方は。楽しい。いやー、かけー。ありがとうございます。
大盛況。マジスルーされてる。はいどうも。はいよ。ありがとう。ありがとうございました。実に何ヶ月、何年ぶりの売店でしょうか。え、だろう、でも1年、2年ぐらいかな。メキシコ行く前、ね、3月とか2年、約2年ぶりぐらい。金沢で久々の売店、はい、僕も素顔では初の売店でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。後楽園で無事ツインゲット取ってから初の地方大会、まあ、チャンピオンとしてまたタッグ組んだんですけど、まあ、今日もしっかり勝ってたんで、これからも2人で負けずに突き進んでいこうと思います。また金沢大会があると聞いたんでね、はい、まあ、その時もね、はい、またベルト持って帰ってきたいと思います。当然よろしくお願いします。お願いします。はい、2020年一発目の金沢大会でございました。本日は本当に開始前からちょっといろいろありまして、ちょっと本当に楽しみにしてくれたファンの方には本当に大変申し訳なかったと本当に思ってます。次回が金沢大会4月3日ということなんで、その時は本当に今回のことがないように、もうしっかりとしたドラゴンゲームでお送りできることを約束して、本当にお詫びの言葉とさせていただきます。本当に申し訳ございませんでした。次回ぜひお楽しみに。